辛くも避けております。強引に力強く、しかも必要にザ・デストロイヤー四の字固めの体勢に入ろうとしております。しかしチャンピオンの力道山、辛くもこれを避けております。ロープを掴みました。ロープブレイクです。しかしいかにせん立ち上がれません。チャンピオンの力道山、四の字固めに対抗するような強力な寝技は持っておりません。チャンピオンの力道山です。かつては放送の空手打ち、あるいは必殺の岩石落としがありますが、現在ではデストロイヤーの有利、動きません。おっと、うまく蹴り返しました。デストロイヤー場外転落。力道山も場外を降りました。リングに頭を打ち付けております。さらにまたもデストロイヤーヘッドロックからリングに頭を打ち付けました。腕を巻き替えて3回目、リングに頭を打ち付けますが、ここで岩石落とし。力道山の仕掛け、リングに頭を打ち付けますが、ここで岩石落とし。力道山の仕掛けが岩石落とし、殺されました。チャンピオン力道山、力道山立ち上がりました。力道山立ち上がりました。デストロイヤーもしかし立ち上がっております。大きいレフェリー、チャンピオン力道山の手を高々と差し上げました。チャンピオン勝ちました。2対1、チャンピオン勝ちました。7分33秒、力道山が2対1、8度目の世界選手権防衛に成功いたしました。力道山は文字通りその汗と力でプロレスの王者としての道を歩いてきた。根性あふれるその目、ファイトの塊のようなその顔、そして相手を一発のもとにマットに沈める空手チョップ。力道山は最も日本人好みの日本人らしいファイターであった。彼は不良の死を遂げ帰らぬ人となった。今力道山死して20年、しかし彼が残していった遺産、日本のプロレスは今も変わらず多くの日本人を熱狂させ続けている。